今後ドラクエと FF は何をやればブレワイやティアキン級の大爆発を起こせるのか、そういったところがね今議論されております。例えば YOASOBI のポケモンの曲のように有名アーティストに主題歌を歌ってもらうと、絵師や BGM、 さらに UI を一新すると、5人の3,40,50代の日本人男性よりも1人のそれ以外の人、コマンドかアクションか好きなモードを選べるようにすると、一度獲得したファンは次回作で絶対取りこぼしがないようにすると、上げたらキリがないけどこんなところかと、まあ様々なことが言われておりますが、まあ結局何をすれば復活するのかっていったところでしょうかね。まあ大爆発というか、どちらかというと昔の栄光を取り戻すみたいな言い方が、極めて正しいのかなと思いました。でまあそういったところを踏まえた上で、まあスクエニは何だろう、もう今も右肩下がりに下がってきていて、FF もドラクエも結構厳しい状況なのかなと。まあ厳しいというより、なんだろうね、まあ売上高が徐々に下がってきていて、でかつまあ売上本数も下がってきていると。まあオンラインをね除くとかなり厳しいんですよね。もうそういったところを考えた時に、もうオフラインを切ってしまって、もうオンライン全振りにしてしまったらいいんじゃないかとか、まあもっと厳密に言うとソシャゲと、オンラインの据え置き機のゲーム、なしはスチームに多分注力した方が売り上げとかは伸ばせそうな感じはするんだけど、果たしてどうなんでしょうか。まああくまで個人的な見解なんで参考程度に受け取っていただきたいんですが、まあ結構厳しいですよね。まあそういったところでこういった意見などが出ておりますが、皆さんどう思いますか。ぜひコメント欄で教えてください。ただまあこういったところは結構重要かもしれませんね。ただ FF16 に関しては、米津玄師、合ってますよね、が歌っているので、一応これはやってると思うし、でまあ選ぶことはできないけど、 FF16 に関しては、まあ、一応アクションになっていて、まあ、従来のコマンドとは、若干異なっていると。まあ、結局なんかアクション RPG なんで RPG 要素はありますが、であとまあどうなんだろうね、 BGM は一新されてるかっていうとそうでもないけど、まあ、キャラのデザインの方向性は若干変わったのかなと。で UI のところも若干変わってるから、一新とまではいかないけど、まあ変化はあったのかなと思いましたね。ただまあ割とね、ここについては取り組んでる感じもするから、逆に取り組んでてこれって考えると、まあやっぱり結構厳しいんじゃないかね。はい。まあ例えばそのユーザーの意見をね聞かないとか、なんかそういったところが結構、反論として、特に指摘として相次いでおりますが、まあ、やっぱりそれもあるのかね、ユーザーの意見も全然聞かねえみたいなユーザーが求めているものと違いすぎるみたいな、まあそこのギャップっていったところも大きな要因かなと思いますが、まあ例えばその開発者の作りたいゲームと、まあ、ユーザーのプレイしたいゲームって必ずしも一致はしてないからさ、そういったところを考えたときにね、まあやっぱりユーザー目線のゲームを作らなければ、やっぱ購入をするかどうかっていうのは、ユーザーの意思によって変わってしまうわけだからさ、やっぱそういったところをね大切にしなければ、厳しいのかなといったところが、改めて見て取れるのかなと思いました。ただ一方で、まあ、予算がそもそもね足りていないんじゃないかっていう説がありますけど、ただ例えばそのナンバリングの場合はね、ここはね正直問題はないかなと思っています。っていうのも、まあ、例えばモンスターズ3の場合は明らかに予算がね足りてないじゃねえかみたいな、明らかにこのゲーム予算ないよねみたいな、そういったところが見て取れましたけど、一方で FF16 の場合はね、もう完全にこれ予算めちゃくちゃかけてるよねっていう、それこそモンスターズ3の下手すると10倍ぐらいかけてんじゃねえかみたいな、まあそれぐらいのね、レベル感だったかなと思いますね。まあそういった意味だと、まあナンバリングは本当にスクエニは相当力を入れてくるので、
まあユーザー目線からするとお買い得っちゃお買い得ではあるんじゃないかな。まあそれなりにお金をかけたものが、結構安くでプレイできるといったところを考えると、まあ実際問題ね、開発費を考えるとナンバリングはね、もうちょっと高値で売らないと全然なんか元が取れない感じもするけど、まあそこはどうなんでしょうか。はい、まあそういったところは置いておいて、まあグラフィックとかはね、非常にねお金をかけているといったところはわかるんですが、ただゲーム自体がまあクソゲーすぎるととにかく FF ドラクエクソゲーすぎるといった意見が出ていたりとか、やっぱそういったところもね大きな点なのかなと思いましたね。で、あとはその作ってる方が高齢化しているみたいな感じではないでしょうか。まあそこも大きいんじゃないかな。で、まあ優秀なチームがそんなにないみたいな意見も出ていたりとか、まあそこも一つポイントかなと思いますね。まあ様々な要因があってね。まあ今、スクエには低迷しておりますが、ただブレワイとかティアキン、まあもっと言ってしまうと任天堂のタイトルですね。先日も、2023年、どれだけね、ゲームが売れたのか、なんかランキングが出ていたと思うんですが、なんとね、トップ10まで全部任天堂だったっていう状況だったので、そういったところを考えると、まあどちらかというとこれはね、プレステ側にも問題がありそうな感じがするけど、プレステ5のタイトルがね、一つも入っていないと、もはやね、任天堂の独占状態であるといった状況だったんですよ。っていったところを考えると、まあ FF ドラクエ以前の問題として、まあ任天堂側の問題もあるけどさ、まあプレステと任天堂側、まあソニーか、まあソニーの問題もあるんだけどさ、ただやっぱりその、なんだろうね、まあハードを選ぶっていったところも重要なんでしょうね。だからまあ今後ナンバリングをどのハードで出すかとか、まあプレステにこだわるのかとか、そういったところもありますけど、まあ少なくともブレワイとティアキン級の大爆発っていうのは、ソニーのハードではかなりハードルが高いんじゃないかな。まあ例えばそのソニーのハードが、まあかなりその流通している状況、そういった土台ができている状況で出すんであれば全然話は変わってきますが、ただその、なんだろうね。状況にもよりますけど、例えば今回のプレステ5も全然なんかその売れてない状況というか、まだその世間に完全には浸透していない状況で、売り出してしまってるわけだからさ、やっぱタイミングもねあったのかなとは思いました。まあそうか、その新規 IP をねそもそも立ち上げた方がいいんじゃないかみたいな説もあったりとかするんですが、まあ大爆発っていうのは結構難しいんじゃないかな。まあハードをね任天堂にまあもうシフトするみたいな、完全にそれに切り替えてしまうみたいな、そういった部分と、で、あとはそのやっぱり開発者の質を上げていくと、要するに入れ替えをしていくといったところも同時並行でやっていかないといけないし、まあおっさんが作るというか、まあ40代以降が作ると、まあやっぱり若手、特に若い人には受けないと思うので、まあそういった意味では若手とおっさんの混合チームみたいなチーム構成にするであったりとか、やっぱそういったところも重要なんでしょうね。ただまあドラクエと FF に関しては逆にその新入社員がね、最近まあチームに入ってゲームを作るのに取り組んでるみたいな、そういった意見もですね結構聞いてはいるので、まあ、そういった意味ではスクエニとしても、体制の変更といったところは力を入れているのかなと、まあ、新入社員っていうのはちょっと極端すぎる感じがするけどね、せめてなんかその5年目とか、それぐらいの若手を抜擢するであればわかるけど、新入社員に作らせるはちょっと良くないんじゃないかと思いましたね。はい、まあそんな感じでしょうか。ただ結局なんかブレワイとかティアキンとかもそうですが、オープンワールドとなっているので、まあそのゲームのジャンルというか、ゲームのその世界観といったところも重要なんでしょうね。あと自由度の高さみたいな。で、特に、ね、昨今の、ゲームとかであれば、オープンワールド、ここがね、かなりその売れている、ゲームの世界観かなと思っているので、まあそういったところも踏まえた上で、やっぱりオープンワールド化で、かつまあ任天堂のハードに絞ると、そういったところはね、規定路線なのかなと思いますね。で、その中でまあ予算はね、以前からかけているかと思いますので、まあグラフィックに力を入れて、で、ムービーをね、入れすぎないとか、で、しっかりとストーリーをね、重厚に厚くしていくっていったところを、で、できればそのオンラインの要素もね、強化していくといったところも同時並行でやっていけば、まあ、例えばそのスクエニの既存の強みとか、そういったところも活かすことができるので、
まあそこもやっぱ重要になってくるんでしょうね。まあ、そんなところでいろいろな意見が出ておりますが、なんかまあいろいろ出てる意見っていうのは割とね、もうすでに FF16 とかの時点で、取り組まれている内容も割とね含まれているので、まあ、やっぱりこれからどのハードで出すのか、でオープンワールドで出せるのか、自由度があるのかどうかっていったところが争点になってくるのかなと。まあ値段の云々のところは書かれてないので、まあ妥当なのかなといったところは一つあるかなと思いましたね。はい、まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた。